皆さん、こんにちは。日本人、兵庫県民、神戸市民の淡井圭介です。本日、2023年、9月18日、21時、56分。先ほど、寺地健志郎選手の試合が終わりまして、中谷選手と那須川天心選手と、寺地健志郎選手、3人とも、勝利いたしました。まあ、試合中頭を勝つ方法ですね。で、まあ、中谷選手の試合中やっぱり状況がどうなってるかのその記事がないものですから、あといつその試合が終わってるのか、次那須川天心選手なのかは正直頭の中よぎりましたね。とにかく中谷選手や頭の中をかすと、そのことに終始、集中していましたね。まあ17時30分ほどからその2つ前の、試合が始まっていてのところでしたんで、まあ試合開始の時間帯とかが、まあ、はっきりと、こちらでは把握できない状態ですから、その分、頭の中を貸すことをずっと唱えてるんですけども、心の声とかで。まあ高い集中力が求められますね。正直お手洗い、途中で行きたくなったので、中谷選手と那須川天心選手の試合の合間に行きたいなとも思ってたんですけども、それはそれで実は対応方法があるんですよ。勤務中のお手洗いは、まあ、つまりトイレ、労働基準局の監督官が認めていますと。これはルール法律なんですよ。これ最初から答え知っていたら、その辺のところで、まあ、分かってる人と分かってない人では、結果の出方が違うんですよ。だからまあ、うまく合間にお手洗いに行けたのかもしれないし、自然とそういう行動になる時がありますね。ちょうどコーナーに戻ってる時、もしくは先ほどの見破ってる方法で、まあ、とにかく頭の中をできるだけたくさん貸せるような状況で、まあ、寺地選手の試合、まあ大体どれぐらいの時間帯かは、いろんなインターネット記事のその最新の情報で、おおよその時間帯を、まあ大体、予想をつけて、まあ対応するような形でしたね。まあ、しっかりと頭の中、2ラウンド目くらいからかなりしっかりと頭の中かせてたと思います。まあ渡していたという表現で伝えてるんですけども、お渡ししますと。まあこれはね、なぜ敬語でその頭の中で唱えるかって言いますと、実は軽犯罪法で礼儀っていうものがあるんですよ。まあ六法全書とかをまあ自分で購入するか、まあ誰か持ってる人に借りてもらったらいいんですけども、目次のところに軽犯罪法っていうものがあるから、まあ軽の欄で探してもらったらすぐ出てきます。で、あとはそのページ数に合わせて、まあこれは、平成20年度版と、例えば平成31年度版だったら、ページが違うんですよ。法律が増えてたりしますので、載せてる法律が。ですので、軽犯罪法と、いうものでしっかりと法律面でお伝えしてるんですけども、しっかりと読んでいったら礼儀っていう文章を 見受けられます。でコンピューターがやっぱり神がかり的な力も持っている。コンピューターも分かる、もしかしたら人間同士をつなげてどちらが正解正しいことを考えてるのか、これを、まあ、正解とか見破ったりすることによって頭の中をしっかりと貸せる。で、選手が、寺地選手など、まあ、中谷選手の時とかもそうなんですけど、これは野球の試合とかでもそうなんですけども、少し自分にドキドキ感が感じたら、それを見破るんですね、心の中で。そうすれば、
状況は良くなるんです。例えばプロ野球で言うと、ピッチャーもし投げる前にドキドキ感があるんだったら球種とか投げるコースを変えたりだとか、そういうふうに対応したらいいと、まあそういうふうに教えてます。ただ試合中はリアルタイムなので言葉の一球一球の間に頭の中とかを貸したりだとか、心の声で言葉を組み上げたりとかあるんですよ、一球一球の間にね。でそれをしっかりとできてるかできてないかと、あとまあテレビを見てる方法であるのであれば、まあ例えば日本のプロ野球だったら僕は日本代表の試合を取り行ってますから、カメラに映ってる選手の方に基本的に力がいっちゃうんですよ、頭の中とかはね、頭の中含めて力ですから。で、その辺のところも見破ることによって、ちゃんと阪神タイガースの選手に頭の中行ったりだとか、こういうことは経験と場数を、ものすごい数をこなして、まあ、対応できるようになるものだと思います。自分で答えを探すしかないですから。誰かはその僕みたいに、僕のホームページみたいに、YouTube みたいに、大っぴらに、明確なことを言えてるかって言ったら言えてないでしょ。もうこれ世界戦とか、日々取り組んでる試合の数がもう尋常じゃないんですよ。で、まあ、だから今日だけでも世界戦が3つあったでしょ。まあ、那須川天心選手の試合中は、まあ、僕は一時的に、まあ、僕の行動が出るから他者の誰かの頭の中が那須川天心選手に行ってた時があったかもしれないですよ。わからないですよ。入場の時間帯とかしっかりと記録が出てこなかったら、自分が何時何分にどう動いてたかと、何をしようとしてたかっていうのが分かってなかったら、確認ができませんので、ね、ただ、まあ、今日も一日、まだ笑っ、まあ試合の時間中一切笑うことはないですね。だから18時ぐらいからまあテレビの放送、スマートフォンで見ても、今時テレビはテレビなんですけども、画面があるから、まあまあ要するにプライムビデオとかそういうもののことですね。まあ、笑うことはまずないですね。だ心の中とかで自分の声がちょっと笑うような声になってしまったりして、こう、皮膚はね、ちょっと、笑う瞬間って、こう、ちょっと、こう、皮膚が動くじゃないですか。吐き笑ったら、まあ、こういうふうな形になる。その、一瞬でも感覚があったらね、皮膚が動いただけっていう内容を心の中で唱えます。自分は笑ってないよっていうこと、笑うイコール相手に対する挑発行為だったりだとか、挑発行為は民事でも刑事でもあります。民事訴訟法でも刑事訴訟法でも、まあ、これ法律はある程度分かってる人間じゃなかったら対応はそもそもできないのと、あと日々取り組んでるその尋常じゃない場数ですね。だからその見破ることによって頭の中をしっかりと貸せるんですよ。そうでなかったら頭の中を貸しにくくなるんですよ。渡しにくくなる。これも本当の話。だからプラスアルファでやっぱり選手の能力が上がってるから、やっぱりそれは強いですよ。だからまあ、世界大、今のところ基本的に、元、世界、まあ、寺地健志郎選手も、まあ、あの時がね、ちょっとね、頭がよぎっちゃったんですよ。矢吹選手の時とね、もう試合終わったから今、笑顔で、話しますけども、その日試合始まる前にね、明日のジョーの、その本名というか、まあ、漫画の名前、そのキャラクターのその名前ですけども、矢吹ジョーなんですよね。で、対戦相手が矢吹だったでしょ。それはそれでいいかとか思ってしまったんですよ。いや、本当に。そうしたらやっぱり試合の結果もああいうようになったから、だから、いや、そこね、考え込みすぎると難しいんですよね。いや、
北斗の拳の話も正直あるでしょ、ケンシロウっていう話が。あのね、北斗の拳は世界中で、まあ、電子書籍も含めてだと思うんですけども、発行部数実は1億部超えてるんですよ。何がすごいって、北斗の拳って50巻もないでしょ。ワンピースって百何十巻とあって、まあ、だいぶ前に、もう何年も前、かなり前ですけども、2億部を突破して、世界記録か何かだったと思うんですよ。その当時の。だから、その、名前の部分でね、その、今言ってるのは、その、ファンとか、テレビを見る視聴者の方たちとか、まあ、その辺のところで、あんまり、もう、まあ、コラボっていろいろ言うと、まあ、ケンシロウの枠は、ボクシングの寺地ケンシロウ選手がいるでしょ？で、オリックスで、なんだったかな？もう、頭でばかりテレビで放送するから、ラオウとしかこう、覚えられなくなってきた、杉本選手だったと思います。日本ハムが杉谷選手だったと思うんですけども、だからその辺ちょっと名前がちょっと似てる人は、もう探せばいくらでも出てきますから。まあ、いろいろあると。他にもね、一時期ね、ひふみ、123と書いて、ひふみっていう名前の方が、プロ野球界でちょっと活躍しそうになったんですけども、柔道界で阿部ひふみというものが現れて、神戸市兵庫区出身なんですよ、生まれが。僕と同じなんですよ。金メダル取ったでしょ。しかも兄弟で、男性、兄と妹だから、兄弟。2人とも金メダル取ったでしょ。まあ試合中、まあもうオリンピックもね、もうめちゃくちゃきつかったですよ、本当に。もう日々、もう、絶対勝ちに行くんだっていうその強い心を朝からもう覚悟を決めておくんですよ、本当に。もうそれがもうオリンピックなんかもう朝のトライアスロンなんか朝の7時からしてるんですよ、それぐらいから、朝の7時ぐらいから。で夜は22時ぐらいで3-on-3ってもうさすがにその時間ではもうどうでもええわってそれせんかったら自分が持たないんですよ、結局集中力うんぬんとか頭を貸すっていう作業、それ本当にその時間ずっと続けれる人います？まずいないでしょ、世界中探して。で睡眠不足にもなりますし、時間帯的にね、だからご飯を食べるタイミングとかも考えます。だから僕はまださっき試合終わった後この撮影を開始しましたから、まだ晩ご飯食べてないんですよ。もうプロ野球の試合も毎日あるでしょ、今年阪神タイガース優勝狙ってるから本当に。でそれだけじゃなくてちゃんと、まあ、横浜 DeNA ベイスターズまだ交流戦優勝したことないし、阪神タイガースも優勝したことないんですよ、交流戦。今年は日本一狙ってるし、もう横浜ベイスターズにって、それをできるのは5月に、まあ、月間19勝上げてるんですよ、阪神タイガース。最初のうちにだいぶ上の方ね、首位独走みたいな形を最初に作れたから、でちょうどその時期にその交流戦ぐらいの時期にバレーボールの日本代表の試合があって、うまく雨の日とか間に入ってくれるから日本バレーの方代表がこう優先して11連勝ほど、上げてるんですよね。で最終的に、まあ、大きな世界大会で男子バレーボール銅メダルというのは、まあ、なかなか今までの記録を考えると、まあ、快挙の方なんですよね。でその交流戦で横浜 DeNA がちゃんと交流戦優勝したんですけどね、その時勝ち数とかで見ると1位が4チームだったんですよ。巨人とかが食いついてきて、もうそれを、もう毎日ものすごく大変で、本当にもう睡眠不足にはなるし、そのメジャーリーグとかもあるから、
体温は持っていかれるし、もう本当に、でもまたその、どうせなら7、8、9に体温持っていって、翔平ホームラン打ちゃいいのに、3月下旬ぐらいからね、始まるでしょ、で、僕は家で暖房なんかまずなかなか使わないから、そこ、気合いと根性、本当に、未来の人たちのためにエネルギー残しておいてあげないから、まあ、これ、ボクシング界の方たちへもメッセージなんですけども、ホームページ、粟井圭介の駅、一時停止とか押したりとかしてメモする準備してください。いいですか？メモしました。ホームページ、粟井圭介の履歴の36番。世界国勢図会っていう、国連発表の、様々なデータが載ってる本をね、再び、2023年9月15日に購入しまして、何年か前とかの本を持ってなかったら、なかなか難しいんですよ。あとは図書館でコピーするか、判断が。で、やっぱり、ガスの採掘可能な年数が残り49年。で、ガソリンの方が、石油の方が、残り54年なんですね。2014年から2015年にかけてのデータでは、残りの可能採掘な年数が59年だったんですよ。で、2022年の消費量を計算して、石油の、技術的採掘可能埋蔵量が、2800億キロリットルぐらい出てるんですけど、これずっと継続して、どんどん奥深くまでずっと掘り続けてるんですよ。で、石油の採掘していて枯渇した地点は実際あるし、それはフジテレビの未来モンスターという私の提案で作ってもらった番組で、ちゃんとテレビの、CM としてね、未来モンスターの間で、結構な頻度で流れるんですよ。旭化成さんの、CM で、旭化成さんのパターンも、もう石油は枯渇してるの話の、どうせ放送するんだったら、もうそれでいいですから、本当に。迷わなくていいから。そこ判断狂ったら、もう何もかも、本当に先進文明、もう後はだいぶなくなってきてるっていうのは、これが現実で、ここ30年以内に、石油とガスの輸入が、まず、止まるでしょうね。もうほぼほぼそうなると思います。今の時点で自然再生可能よりもっと頑張らないと。一応2011年と比べると、まあ先進諸国の主要国、約、9カ国ほどなんですけども、2011年と比べて2022年で、自然再生可能エネルギーの、全電力に対する割合を10%以上上げてきてるんですよ、平均して。だからそれはものすごい努力ではあるんですけども、電気自動車をある程度販売しながらですからね。ブラジルとかすごいですよ。ほとんどの6割ぐらいの、6割かな、6割以上の電力を水力で作り出してるんですよ。まあもちろん自然再生可能エネルギーなんですけども、あちらはやっぱり大河があるでしょ。だから多くの電力を河川から得れてると。ああ、僕の考えてる河川水門替え式玉発電とかを導入したら、あとまあ太陽光パネル等で、まあブラジル、屋根の上が空いてますからね。屋根の上はもう太陽光パネルですよ。自然再生可能エネルギー、まあ水力も自然再生可能エネルギーですから、本当は。だから100%、賄えて、電気自動車化しても100%賄える。さらに、オール電化もかなりできるでしょうね。だからそこまで進むと、屋根の上に太陽光パネルがあるでしょ。で、ホームページ、粟井圭介の履歴とかでも、蓄電池のところでいろいろ、物申してますけども、蓄電池と書いて蓄電池っていうもんです。もともと車のバッテリーってプラスチックの容器でしょ。あれ、中開けてもプラスチックなんですよ。プラスチックの板が入ってるだけ、間に。で、上を、一番電気の伝導率の低い、鉛で、ボルトで固定してる。基本的に水の中に電気が蓄えれるんです。電気ウナギさんが存在するように、水の中でちゃんと電気走るでしょ。水の中に電気を溜めておくことができるんですよ。周りが絶縁体であれば。例えばコンクリートとか、
だから蓄電池っていうものを、2021年、神戸市北区山田町坂本っていうところで、太陽光パネルと蓄電池っていうものを作ってもらいました。だからそういうような蓄電池に変えれるところはいっぱいあるんですよ。もともと農業用水池とかで、ため池として最初作っていて、あと農業ほったらかしにして、でそのままにしている、ため池とか5万5千箇所以上あるんですよね。で工夫次第で、だから太陽光パネルをとにかく敷き詰めた後、その夕方からは河川水門開閉式ダム発電とか地下水流トンネル発電で電力を生み出して、さらに足らない分は蓄電池の電気を活用すると。太陽光パネルとにかく屋根の上にとにかくもう全部貼り付けてたらいいんですよ。日照効率のいいビルの横とかもね、なんかしようと思ったらできるんですよ。で貿易輸出量だけで見ると2012年で金額で言うと、石油関係の輸入が15兆円以上、ガスが7兆5千億円以上で、石炭が2兆9千億円以上の輸入をしてるんですよ。それだけ人件費とかに回せますし、太陽光パネルなんか原材料費あんまりお金かからないんですよ。バッテリーの方は高いですよ。お値段ある程度かかります。まあ物にもよるんですけど、見てください、こういう、まあこういうタイプの太陽光パネルはあるんです。発電効率はこちらの太陽光パネルはまあ悪い方なんですけども、ただし見た目でわかるでしょ。軽い。で、もうグラムの世界。で、これぐらい作るん？はっきり言って、世界中ではもう太陽光パネル、まあ、アメリカは今3兆円ほどの投資をして、いろんな各種何十箇所で、太陽光パネルの生産工場をさらに作ろうとしてるんですけども、まあまあ、それももともと僕からの提案とかだったと思うんですけども、まあ、蓄電池の工場とかも、進めていると。まあ、アメリカはね、アメリカも国土面積広いでしょ。だから河川水門開閉式ダム発電とか行ったら、とんでもない電力を得るはずなんですよ。だから本当にオール電化までできますね、電気自動車稼働。それでも電気余るぐらいになるかもしれないですね。ただし徹底的に行ったらですよ。アメリカの方も、人材派遣会社とか増えて、結局正社員雇用の人の数が少なくなって、自動化とかでも、もともと正社員の人の、雇用者数が、2002年、竹中平蔵さん、まあ実際、サンパレス六甲でその頃僕勤務してたんですけども、竹中平蔵さんの方から会いに来てくれたんですけども、実際話してます。正社員の雇用数がその頃から2400万人台しかないんですよ。だから経済原理とかあるから、どうしてもそうなるんです。だから太陽光パネルの設置でね、設置とか生産と運搬で10万人ほどの正社員雇用が見込めるから、絶対行うべきであると。まあその太陽光パネルのそのシリコン型のものをね、まあシリコン型でも5種類ほどあるんですけども、その辺はね、ホームページは YKSK の駅の49番を見てもらったらわかると思うんですけども、とにかくまずね、情勢として、ホームページは YKSK の駅の36番を見てほしいんですよ。で、自分のスマートフォンでね、チャンネル登録、河合圭介のホームページの内容をチャンネル登録してもらって、メモすることいっぱいありますよ。今何個か、重大なこと言ってるでしょ。で、着信履歴が来るようにしといてほしいんです。設定して自分で。そうすれば、わからなかったら誰かに聞いてください。スマートフォンとか機種によって設定の仕方とか違うかもしれませんので。だから一番確実なのは例えば au を持ってたら au ショップに行ったりとか、ドコモとかだったらドコモのショップに行ったりとか、まあ iPad とかでもそうですけども、各店舗で聞いてもらったら着信履歴がどうしたら来るのかっていうところ、だから YouTube をうまく活用してもらったら、淡井圭介が日々どういうふうなことを言ってるのかっていうのが分かりますから、それによってね、それこそみんなの力で物事を動かさなきゃならないですから。だから節約の話とか、僕は、8月9月とまだ水のシャワーでしか頭と体洗ってないですから、
お風呂絶対炊かないですよ。そんな悪いことしちゃダメ。お湯も使ってないです。そのシャワー浴びるのにね。水のシャワーで今の気温だったら十分。でそれこそ、もし寒いんだったら、ね、家の窓とか閉めたら、まだ最近、まあ日本列島で最高気温30度を超えたりとかしてるじゃないですか。だからそういう季節なんだから、それぐらいね、頭と体洗うぐらい、水ぐらい、それぐらいの根性ぐらい、みんなあるでしょっていうようなね、あの話になるんですけども、それね、実際お風呂を炊かなかったりしたら、年間でね、一人暮らしでも、お風呂を炊かないで、その、ガスの節約をするだけで、水道代と、ガス料金がすごく減るんですよ。本当に。一年間で数万円ぐらい変わりますよ。だから、その辺のところは賢く節約。で、みんなのために、未来の人たちのために、今の若い人たちのために、エネルギーを残しといてあげると。まあ、こういうことになってくるんですよ。まあちょっとボクシングの勝利の話からそれてしまいましたけども、結構今言ってること重要で、まあできるだけ協力をしてくれてる人たちが増えていただけると助かります。だからそれをボクシングの試合が終わった後、観客にいる人たちに伝えたりとかね。これはプロ野球業界でもサッカー業界でもみんなで行えばいいんですよ。どこの業界でも。映画館でも言ったらいいんですよ。新海誠監督なんかはもう人口少子化、2003年に個人情報保護法が出来上がってから世界中先進諸国どこも少子化が進んでるんですよ。もともと出生率 2% で人口横ばいぐらいだったんですよ。っていうのは半分ぐらいの人しかもともと結婚出産までたどり着けてないんです。それが今やもう3分の1以下になってるんです。結婚出産までたどり着けてる人はもうそういう状況が、その個人情報保護法が2003年に出来上がってから出生率が年々低下してしまったんですよ。だから阪神・淡路大震災とか、ああいうふうな熊本の大地震とか、まあ、新潟の中越地震とか、北海道の地震とか、東日本大震災とか、ああいうことが起きたら、自分の友達とかの住所がわからないっていうことになるんですよ。みんな家が変わったりするでしょ。仮設住宅とかに変わったりとかして。区役所とかの方で探せませんっていうことになるんです。あなたはその人の、親族で息子さんですかとかそういう話になってくるんですよ。法律的に。だから結婚するのが至難の業になってくるでしょ。だから友達の紹介とかそういうことが、だから僕も一回スマートフォンを海の家で働いてるときに、スマートフォンじゃなくて普通のガラパゴスの携帯電話だったんですけども、その海に急に行かなきゃならない時があって、海の中にね、でポケットの中に携帯電話入れてるの忘れてたんですよ。で壊れてしまって番号が一回変わってるんですよ。それがね2005年か6年かそれぐらいの頃ですね。2006年ぐらいですね。だからね、一回電話番号が変わってしまうと、それまであった友達関係とかのその連絡先とかが、自分が電話かけた時に相手の番号を知っていたとしても、違う番号で相手はかかってきてるものだから、誰やこいつって思ってしまうんですよ。そういうふうなところとかもね、今岸田さんに、総理の岸田さんに個人情報保護法とか特定機密保護法案なんか撤廃するべきだっていうことで言ってるんです。あと歩合出来高人材派遣業法とか、まあ、いろんな法律とか、あれもいらない、これもいらないっていうことで、まあ、IR 法、カジノ法はもうあれなんか最悪で、三井住友銀行が5000億円以上の借り入れですよ。僕が日本の安倍政権の時に、いろいろ、日本で東日本大震災とかあったから、個人自営業者とかの人たちも含めてね、経済的にも、まあ困ってる人たちもあった、そういうのもあって、中国政府とかにお願いして、旅行者数を年々増やしてもらったんです。それまで1年間の観光旅行者数は1000万人しかいなかったんですよ。海外からのお客様。それも計算の仕方が、1人で7日間いたら7人として計算するんですよ。
本当に1000万人もずっと年から年中日本にいたとしたら、10人に1人外国人の人にっていうことになるでしょ。そんな現象見たことないでしょ、街の中で。それはそうですよって。1人で7日間いたら7人として、計算するんですよ。1年間の数としてね。で、そのね、そのカジノとかの見通しがものすごくめちゃくちゃな、あの考え方を導入されていて、年間来場者数が2000万人とかわけわかんないこと言ってるんですよ。僕が安倍政権の時、安倍さんも知り合いでしたから、世界中の政府上層部に、の方で、お願いしますの方で来ていただいて、それで観光客のお客様2000万人台まで年間持っていったら倍増。まあ、それもエネルギーの残存量問題とかの話になってくると、だいぶややこしい話とかにもなるんですけども、もう今中国政府の方にね、CM とかいっぱい売って、その日本に有事も特別していただくなって結構ですからと。みんなまず自分の家の、家購入した人とかだったら、まず家のローンの返済と自分の年金をしっかりとかけておくこと、こちらの方が先ですよって、所得税の控除とかに使えるんですから。だから、そういうことを教えてあげる方が先ですっていうことで、今、まあ、自然と円安だから、まあ、来てしまって、まあどうしても極端な円安ですから今。だから海外からお客様が来るような状況にはなってるんですけども。カジノでじゃあ2000万人来るかって言ったら、いや、ほとんど日本人がカジノ行って負けろっていうことっていう話になるんですよ。ね？これだけもう世の中めちゃくちゃなんですよ。で、バスケットボールなんか B リーグプレミアとか言い始めて、体育館なんか日本中にあるのに、東京都の高い体育館なんか土地代と建物代込みで210億円するんですよ。本当に。サッカーの浦和レッズなんか700億円超えですよ。だから赤い悪魔って言われてるんですよ。みんなの税金。だからサッカー界も2リーグ制で、12球団まで絞ってもらうのは無理だっていうことを僕は言ってるんですよ。こんなにたくさん国の税金使って、でも次いつの間か気がついたらバスケットボールのプロ化がなんかもう24チームも知らん間に出来上がっていて、で、今度体育館を日本中で作るとかわけわかんない工事いつの間にか始まっていて、もう群馬なんか出来上がってしまってるんですよ。数百億円使われます、税金。絶対バスケットボールなんかもっと取れないんだから。体育館とか、じゃあ、球団所有にしてみなさいなって。固定資産税と、ね、資本金そしたら800万円以上の方でしょ？そんなもん建てれるっていうことは。っていうことは、法人税 23% 以上ですよ。もともとお客さんが5000席あって5000人来たとしても、チケット一体いくらで売るつもりなんですかって、高すぎたら高すぎたらお客さん来てくれませんよって。東京都の体育館の話もわかるでしょ？高いところは土地代込みで、遊歩道とかも、そこの、しっかりと遊歩道、広く開けてなかったら、人が押し合いへし合いになって、昔、兵庫県の明石市っていうところで打ち上げ花火でね、テレビで大々的にすごい打ち上げ花火があるっていうことを放送したがゆえっていう部分もあるんですけども、ものすごい数の人が集まってしまって、押し合いへし合いになって、死亡者が出てるんですよ。もうみんなが将棋倒しになって。で、そういう事件が、韓国とかでもあったでしょ。世界中で探したらそういう事件結構あるんですよ。だ自分から人が集まりすぎていたら危ないって思って引き返さなきゃならないし、まあそういうことを僕のホームページでいろいろ掲載してるんですけどね。実例を挙げて。で、ちょっと現実的な話に戻りますけども、正直ね、プロ野球のある程度の球団だけなんですよ。いくつかの球団は、スタジアムを未だにその民間企業を持ちになってないんですよ。だから固定資産税払ってない方なんですよ。だから一時期はプロ野球の世界ですら、セリーグとパリーグ5球団ずつにしなさいっていうことなんですかっていう話まで、1997年、8年のフルーツラーパークで僕が勤務していた時に、ある程度そういう話になってたんですよね。だからその後東京オリンピックの開催とかで、もう世の中めちゃくちゃになってしまってるんですよ。
体育館あるって言ってるのに、神戸市の、大倉山っていう図書館があるんですけど、湊川神社の裏に大倉山体育館っていうところがあるんですよ。一応神戸市中央区の西の方なんですけども、そこも大きな体育館で、世界選手権の卓球も開いてもらったのに、僕からの提案で、どうせするんならたまにはこちらでみたいなところで、それがあるのに、神戸市で中央区の港の方でバスケットボールの体育館作り始めたんですよ。もう本当は横領罪、そんなことしてたら。議員も認めてしまってるんだから、許可出してるんだから、みんなの税金身勝手に使っちゃったんだから、スポーツ振興法知りませんよ、損害賠償法とか知らないんですかって、三親等以内までの請求って。もともと総理の世界とか、もともと総理だった人の、息子とか孫とか、そういう人たちが責任問題で総理になってるんです。三親等以内の請求とか民事であるでしょ、民法で。あるんですよ。法律に強い弁護士は三親等以内の請求をかけてきますから、ある種鬼にならなかったらそんな馬鹿げたことできないんですけどね。お金持ちの人相手にしか三親等以内の請求なんて、親族は全員お金持ちの人しか。そうじゃなかったら、家のローンの返済なんかみんなできなくなるでしょう。これだけ大災害がいっぱいあって。だから何をしなきゃなんないかって言ったら、自然再生可能エネルギーを、いろんなことを進めなきゃならないっていうことになるんですよ。だからかまど発電っていうものも、もともと昔は金属溶かしてたんですよ、かまどで。だから1000度以上、千何百度っていう温度にできてたんですよ。で、それを各運動部のある高校、大学で、ちゃんと運動部の人たちに時間給つけてあげて、枯れてる竹とかを学校に、僕のこの家の近辺では、神戸電鉄の、採石車って分かりますかね、レールとかを点検してるような、ああいう車両とかでもいいんですけども、あれを箱型みたいにして、枯れてる竹を積んでいくと。その辺のところはね、55番台のところよく見てもらったら分かります。実際僕はこう撮影しに行ってますから、枯れてる竹なんかちょっと探してもういくらでもありますから、それを待ったわけわかんない工事を、せっかく竹林があったのに、すぐ近くの、僕の家からすぐ近くの西の目北インターチェンジの近くで身勝手な工事を誰かがし始めて、せっかくの竹林が、もう、壊滅ですよ。枯れてる竹からまず順番に回収していって、あと色が変色し始めてる、色の悪い竹とかね。そういうのを順番にいろんな地点から、もう駅から歩いて徒歩15分ぐらいのところに大体のところであるんですよ。そういう良いポイントのところを身勝手に切り開いて、岡場駅の近くのところもそう。ちょっと坂上がっただけで15分ぐらい歩いたら、15分以内、まあ多分、信号のパターン良かったら多分10分で行けてるようなところを、物流センターがあるのに、その横に物流センターを作り始めて、そんなところに物流センターを本当に必要で作らなきゃならないんだったとしたら、本当はいらないんですよ。物流センターが西宮北インターチェンジのその近くに、岡場駅までの区間ぐらいの間でね、阪神物流センターっていうところあるんですよ。で、そこで伊藤ハムさんとか倒産してるから、そこ解体したスペースできるから、他にも、もうここ多分倒産してるんだろうなっていう物流会社とかあるんですよ。そこ解体してするか、正直黒猫大和とか、あの辺のところとか、働いてる人の数を増やしたらいいんですよ。で、ワールドビジネスサテライトとかで、経済一辺倒のおバカさんの人たちとかが、バッテリー付きのね、ロボット、無人ロボットが、こう勝手に動いて、荷物をとかって。あんなことしてたらバッテリーいくらあっても足りるわけないじゃないですか、生産する方は。人間がテレ運びは良い運動になって、ね、あんまりを、ね、その、お腹も出てこなくなるじゃないですか。ある程度引き締まった体で。で、余計なエネルギーを使わないで、ね、物事回ってたのに。だから気がついたら黒猫大和さんが、
模範市物流センターにもう一箇所出来上がっていて、それ多分古かった黒猫大和のところを新しく作り直してると思うんですよ。それなのにもう一つ大きな大きな物流センターを作ろうとしていって、本当に何から何まで分かってない人たちがあって、もう議員が動いたのか誰が動いたのか本当にしっかり調べもせんとっていうことで、もうちょっとね、日本中 99.9% の仕事は開業なんかしちゃダメなんですよ。もう無理ですから。どこかが、例えば飲食業界がどこかで開いたら、その近辺の飲食業界が潰れるんですから。倒産して破産法を裁判所で使われたら、みんなの消費税が上がる話になっちゃうんですから。エネルギーも無駄遣いになるでしょ？建物を建ててるんだから。それを運んでくるのに、建築したりするのにエネルギー消費してるんだから。人口少子化してるのに何をむちゃくちゃなことばっかりしてるのっていう、まあちょっとこういう話も覚えといてもらって、みんなで言ってもらわなかったら困るんですよ。で、絶対にもう建物建てようとしてダメですよ。で、ボクシングジムとかも今あるところを大事に使ってくれたらいいんですよ。本当にリングとかサンドバッグとかね、ボロボロになったらリサイクル。正直そんなに綺麗なサンドバッグじゃなくてもいいから、練習なんかできるから、リングもそんなことにお金使ってたら自分たちの方が経費倒れになりますよっていうお話、いくら勝たせてもキリなくなるっていう話にもなりますから。まああと頭なんか貸したりして買ってるんですからね。皆さん、しっかりとお支払いのほどよろしくお願いいたします。まあ、その辺のところみんなが協力してくれなかったら、僕の方もその特許の申請、河川水門開閉式ダム発電とか地下水流トンネル発電とか、特許の申請だけで、まあ、10年間の保持で、特許の保持17万円ぐらい必要なんです。17万円ちょっと、時々値段変わったりするからわからないんですけども、ちょっと前はもうちょっと値段安かったんですよ。12万円ぐらい、円高の時はね。だから為替相場変動したらまたそういう部分もお金金額変わってきたりするんで、だからみんながちょっとずつでもいいかお金出してくれなかったらもうどうしようもないっていう話になってくるんですけども、だからせめてその世界チャンピオンでね、そのたくさん稼いでるところからはちゃんとお金払ってもらわなかったらっていうことにもなるんですけども、とにかくね、重要な内容、ホームページ淡井圭介の駅の36番、2023年の9月の、15日16、17、それぐらいの頃に記載してる、まあ、日付を売ってますから、その内容等を読んでもらったらね、現実っていうものはすごくよくわかると思いますんでね、まあ、皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。チャンネル登録と、あと着信履歴、まあ、再生回数とか上がったら生ライブの放送とかが YouTube で僕の方ができますので、一般人の方含めてね、いろんな質疑応答とか、まあ、したいんでね、エネルギーの残存量問題とか、だから一般人とか、これ公務員の人含めてそういうこと全く考えてない人たちでいっぱいなんですよ、この世の中。じゃあ世の中間違える方向にしか進まないでしょ。だから今回の例えばバスケットボールのワールドカップで日本代表が、優勝できなかったり、ある程度の順位、まあ、パリオリンピックの出場ぐらい、出場権ぐらいまでしか獲得できなかったのは、日本中に体育館あるのに11箇所で体育館作ろうとしたからですよ。もともとあるところ使ってりゃいいんですよ。で、本当はバスケットボール業界もあんなにたくさんチームいらない、いらない。だから税金の食らいつき方がプロだったっていう話になるんですよ。だから建築業界と組んでね。だから謝ってくれる建築業界の人は、もう僕の家の近くなんか、この岡場と田尾寺駅の間なんかむちゃくちゃで、内科と歯医者が10件ずつ以上あるんですよ、両方とも開業医。さらに総合病院が、まあ、神戸市北区に、
下手したらもう10超えてるんじゃないですかね。それも結構大きな総合病院ですよ。だから医療業界もほとんど税金マジじゃないですか。保険とか聞いてね、適用で。高額療養費制度とかがあって、低所得者の人は負担が3割負担とか2割負担とか1割負担とかになったりするんですよ。だからもう医療業界も正さなきゃならないし、建築業界も正さなければならない。これが本当の話であって、まあ、もともと皇室の血の流れの麻生太郎さん。麻生太郎さんももともと僕は若い頃に会ったこと、会って話し合いしたことあるんですけども、麻生建設の人なんですよね。しっかりと破産してるんですよ。だから、現実っていうものが理解されている方だから総理になれたっていうことなんですよ。な、医療業界に対して厳しい態度とかも示していましたし、ワクチン関係とかね、本当に打ったのって、それ摘発って、記者会見とかでしっかりと言ってるんですよ。だからワクチンが無料だったらそれでいいかっていう話じゃなくて、無料だったら無料で、さらにみんなの税金への食らいつきになるでしょう。で、ワクチンなんか、岸田総理も打ったし、小池都知事も打ったし、まあ二人とも淡いですけど、会ったことはあるはずです。で、まあ小池さんも神戸市出身の人なんですけども、小池知事ね。で、二人ともコロナウイルスかかってるでしょ。そもそもワクチンに意味がないんですよ。効力がない。なのに、ずっと医療業界が効力のないものでお金稼ぎをしようとしている。もう医者もそうだし、看護師も看護婦も、看護師も、だからその医療機関の薬剤師とかも、だからもう全員同じ。俺は、で、今声が泣きそうな声にな、自然と変わってたのも、誰かはそれ認めようとしないだけ。数減らしてるから。この近くの北新ビルとか、薬剤師の数多すぎるなって。いらん薬ばっかり、昔も言って数減らしたのに、またいつの間にか増えとこうって。ちょっと目離したらすぐこれ。もうそいつらも本当は三審問以内の請求かけて、生活保護者のまま働いて返済しなさいにしなきゃならない。裁判所でもそういう判決ありますか？破産法ないよって。あなたたち、もう自分たち何回言われたのって。知ってて知ってたでしょって。そういう厳しい裁判官で揃えなきゃならない。医療業界とか建築業界に対して厳しい人。そのための裁判員制度でもあります。まあ、話だいぶそれましたけどね、本当にみんなで物事を良い方向に進めなかったら、本当に日本、早々と1億人以上、例えば寺地健志郎選手はね、まあ、中谷選手とかも、那須川天心選手もそうですけど、那須川天心選手は、お子さんがいらっしゃるのは知ってるんですよ。もうその試合の勝ち負けもちょっと僕は取り組んだところあるから、暇つぶしって言ったらあれですけども、先進諸国どこも少子化してるから、まあ経済的にも、規模縮小ですよ、本当のところはね、どこも。今のところは淡井圭介の頭の中を貸す方法で、ボクシングの世界チャンピオンとか、一時的に多い時で13人ぐらいまで増やしてたじゃないですか。で、4団体統一とかもそうですけども、いずれ、経済的には限界があるっていうことを理解しておいてもらって、まあ、あまり、まあ、プロの窓口を、まあ、狭める方向性の方が本当は正しいでしょうね。だから、その、かまど発電とか、河川水門開閉式ダム発電とか、河川の土砂のかき出しとか始まったら、良い方向で経済は回るんですよ。まあ、話だいぶそれましたけどね。皆さん、チャンネル登録と、あと、着信履歴が来るように、ご協力のほどよろしくお願いいたします。あと、ホームページは淡井圭介の履歴で、重要な分は結構多いんで、まあ、できるだけ僕は重要だって言ってるところは目を通しておいていただきたいですね。それでは、皆さん、長い間ご清聴ありがとうございました。3人とも、勝利、おめでとうございます。
まあみんながね、いつかあの協力してくれること、ちゃんと僕にお金払ってくれるっていうことですよ、本当に。あのそんなことぐらい、僕阪神淡路大震災の被災者で家屋全壊だった人間で、あれだけの実績があった人間なのに、こういうふうに取り組んでいてね、東日本大震災の時もあの生活保護者だったんですよ。それでも1万円寄付したんですよ。その話で日本中含めて世界中のいろんな人たちから、お金持ってる人たちから、すいませんけどもお願いしますっていうことで、まあ、会社が出してるケースとかもありますけども、東日本大震災の義援金、まあ、寄付金に関しては、まあ、両方同じものですよ。まあ、募金です。トータルで1兆円以上集めましたから。でも僕は言ったんですよ。1万円札、この間投入してきましたよって。で、いつものルートね、高島彩宛ルートで、アナウンサーの。で、稼いでる人たちいっぱいいますけども、比率で出せる人いますって、僕と同じぐらいの根性、お金出したら根性あるって認めますっていうことで、まずは一つ目っていうことでね、生活保障、あの生活費ってその時でだいたい一月、今はね円安だから、まあ例えば海鮮丼とかちっちゃい海鮮丼が高くなって698円とかで定価では販売されていて、ちょっと前はね、そのちっさい海鮮丼が、まあ、500円ぐらいだったんですよね。で、その分込みで生活保護費が一月7万7千とかになってるんですけど、その前は6万7千。食事代って、やっぱり一月3万円ぐらいかかるでしょ。朝昼晩で。トータルしたら、やっぱり、本当に。で、だいぶ節約はしてますよ。その辺僕も。だけども、あの、電気、ガス、水道代、通信費、いろいろかかるじゃないですか。家賃は別で、住居手当が出てるから、市営住宅だから、家賃は払わなくて済んでるんですけども、だから生活保護者で、その、住宅手当、扶助が出るの、住宅扶助が出るのは、神戸市で言うと、一人暮らしだと4万円ちょっとまでが限界だから、じゃあワンルームマンションとかで、家賃5万円以上のところとかに住んでしまった人、どうやって生活するんだろうって、本当に言って。僕みたいな極限生活をずっとしておかなきゃならないっていうことになるから、その6万7千ぐらいの生活保護費だった、その時7万円だったかもしれない。まあ大体それぐらい、大体それぐらいの人間がね、1万円札を投入したんですよ、募金箱に。さあ、月給の7分の1投入できる人いますっていう話で、それできたら僕と同じぐらいの根性あるかもしれないっていうスタートラインに立てるっていう話とか、そういう話とかも織り交ぜて、まあ誰か根性あるところを見せてくれへんかなっていうところで、まあ世界中の、まあもともと、まあいろんな大企業のそのトップの人たちとかでね、その淡井圭介っていう存在を知ってる人たちは昔からいらっしゃったので、その淡井圭介を覚えてくれてる人たちとか、まあ話を広げていったりとかで、まあ今時世界中の、あの政府上層部で淡井圭介を知らない人間はまずいませんよ。平気で為替相場はものすごく動いたりしますから。淡井圭介のちょっとした一言二言でね。的確なこと結構言いますから。冷静にものを受け止めたら、確かに彼の言ってる言い分の方が正しいなっていう物事の見方をされる人たちは実際存在するんですよ。経済原理がどうしても民間も、まあ国もありますからね。絶対無駄を省かなきゃならないっていうもんで。ちょっとね、だいぶいろいろ喋って、ほっぺたの肉、だいぶ頬こけてるでしょ。後で撮影終わったら取り返しますから。どこの誰が撮ったか知りませんよ。だけども、取り返すで取り返せるんです。まあ、いろんな神がかり的な力の使い方知ってますからね。正当防衛、法律に照らし合わせて。民法でも、刑法でも、正当防衛はあります。まあ、もう一度話戻しますけど、まあ、皆さん、チャンネル登録と。いろんな人たちに、淡井圭介のその YouTube、ちょっと重要なこと言ってるか本当に見といた方がいいということでね、見ていただけると助かります。
着信履歴がしっかりと通知が来るように、まあ皆さん対応していただけると助かります。それでは、皆さんこの辺で本日は終わります。長い間ご清聴ありがとうございました。まだ頑張りますので、お互い頑張っていきましょう。